西ケープ州は南アフリカ共和国南西部にある州である。州とはケープタウン首都市圏である。最初にケープタウンを植民地にしたのはオランダで、現在のインドネシアにあたるオランダ領東インド及び江戸時代の日本の長崎への中継地であった。その後勢力を伸ばしたイギリスと戦争となった結果、イギリス領ケープ植民地となり、イギリスは内陸へと植民地化を進めていった。 1994年、旧ケープ州から州の再編によって新設された。西ケープ州南部のケープタウン周辺には、希望ミネアフリカ最南端アガラス岬がある。テーブルマウンテンも有名であり、観光地化している。面積は129,370平方キロメートル、人口は452万4,335人、人種は53.9%が、 カラード26.7%が黒人、18.4%が白人である。主要言語は55.3%の住民の第一言語であるアフリカアンス語である。ついでコサゴの23.7%英語の19.3%となっている。人種別の言語を見るとカラード、白人、黒人となっておりカラードの大多数が アフリカンス語を母語とする一方、白人はアフリカンス語と英語で半数に分かれる。英語は主にケープタウン都市圏を中心に使用される傾向が強く、それ以外のほとんど地域ではアフリカンス語が主流である。西ケープ州の言語分布図ローセンビルの街並みと、山々ウスターの街並みウスター近郊の湖と、山々フランシュフックの街並みと、山々トルバックの街並みと、 山々シリーズの街並み、ありがとうございます。